寝ながら聞ける。建築士独学道場です。通勤時間、通学時間、睡眠前など、寝ながらでも聞けます。受験生の貴重な時間を有効活用してください。正しい説問の文章をひたすら読み続けます。今回は、令和元年、一級建築士学科本試験、学科3、放棄。 問15から30です。なお、計算問題の問16、17は省略します。さあ、始めます。問15。建築物の用途の制限に関して。2。田園住居地域内において。 延べ面積300平米地上2階建ての地域で生産された農産物を材料とする料理を提供する飲食店は新築することができる。3純工業地域内において延べ面積5000平米平屋建ての圧縮ガスの製造工場 内燃機関の燃料として自動車に充填するための圧縮天然ガスにかかるものは新築することができる。4工業地域内において延べ面積1万平米地上3階建ての展示場は新築することができる。問18 地区計画等、または建築協定に関して、1、地区整備計画等が定められている地区計画等の区域内において、市町村の条例で定めることができる制限としては、建築物に付属する高さにメートル以内の門、または塀の位置の制限は含まれない。2. 再開発等促進区で、地区整備計画が定められている地区計画の区域内においては、特定行政庁が、交通上、安全上、防火上、および衛生上支障がないと認めて許可した建築物については、道路高さ制限、林地高さ制限、および北側高さ制限は適用されない。 建築協定書の作成にあたって建築協定区域内の土地に借地権の目的となっている土地がある場合においては借地権を有する者の全員の合意がなければならない問19建築基準法上の記述に関して一 建築基準法令の規定による指定確認検査機関の処分についての審査請求は当該処分にかかる建築物について建築確認をする権限を有する建築主事が置かれた市町村または都道府県の建築審査会に対してすることができる3地盤が軟弱な区域として 特定行政庁が規則で指定した区域外において平屋建ての木造の住宅で足固めを使用した場合は構造体力上主要な部分である柱で最下階の部分に使用するものの下部に土台を設けなくてもよい4都市計画区域内においては仮想上は都市計画において その敷地の位置が決定していない場合であっても、特定行政庁が都市計画審議会の議を経て、その敷地の位置が都市計画上支障がないと認めて許可した場合においては、新築することができる。問20。ホテルに関する次の記述に関して。 1対価建築物のホテルでホテルの用途に共する3階以上の部分の床面積の合計が350平米である場合当該用途に共する居室から地上に中ずるしたる廊下階段その他の通路の壁及び天井の室内に面する部分の仕上げを純不燃材料ですることができる 2> 2 高さが3 1ルを超えるホテルで、非常用の昇降機を設けていないことにより、建築基準法第3条第2項の規定の適用を受けているものについて増築する場合において、増築にかかる部分の床面積の合計が、基準時における伸び面積の二分の一を超えるときは、非常用の昇降機を設けなければならない。 文化財保護法の規定によって重要文化財として指定された建築物であったものの原型を再現する建築物で特定行政庁が建築審査会の同意を得てその原型の再現がやむを得ないと認めたものについては建築基準法並びにこれに基づく命令及び条例の規定は適用されない。 問い21建築士法上に関して1建築に関する業務に従事する一級建築士にあっては勤務先が変わり業務の種別に変更があったときはその日から30日以内にその旨を住所地の都道府県知事を経由して国土交通大臣に届け出なければならない。 3、延べ面積450平米、高さ10メートル、軒の高さ7メートルの木造2階建ての既存建築物について、床面積250平米の部分で、大規模の修繕を行う場合においては、当該大規模の修繕に係る設計は、1級建築士、2級建築士、または木造建築士でなければしてはならない。 4延べ面積400平米の建築物の新築における設計の契約の当事者は、契約の受託者が、設計の一部を再委託する場合にあっては、当該再委託に係る設計の概要を並びに、当該再委託に係る受託者の氏名、または、名称および当該受託者に係る建築士事務所の名称および所在地を、 契約の締結に際して相互に交付する書面に記載しなければならない。問22建築士法上に関して1一級建築士を使用する者は他人の求めに応じ報酬を得て建築物に関する調査もしくは鑑定または 建築物の建築に関する法令の規定に基づく手続きの代理を業,業として行おうとするときは、一級建築士事務所を定めて、その建築士事務所について、都道府県知事の登録を受けなければならない。2. 都道府県知事の登録を受けている建築士事務所に属する建築士は、 当該登録を受けた都道府県以外の区域においても業として他人の求めに応じ報酬を得て設計等を行うことができる3建築士事務所の解説者と管理建築士とが異なる場合においてはその解説者は管理建築士から建築士事務所の業務に係る所定の技術的事項に関し 必要な意見が述べられた場合にはその意見を尊重しなければならない。問23建築士の講習に関して2建築士事務所に属する一級建築士は建築物の設計または工事管理の業務に従事しない場合であっても 所定の一級建築士定期講習を受けなければならない。3国土交通大臣に対し、構造設計一級建築士証の交付を申請することができるのは、原則として、一級建築士として、5年以上の構造設計の業務に従事した後、登録講習機関が行う所定の講習の過程を、 その申請前1年以内に終了したものである。4。建築士事務所の解説者は、事業年度ごとに作成する設計等の業務に関する報告書において、当該建築士事務所に属する一級建築士が、構造設計一級建築士である場合にあっては、 そのものが受けた構造設計一級建築士定期講習のうち、直近のものを受けた年月日についても記載しなければならない。問24。都市計画法上に関して。1。都市計画施設の区域内において、誓いを有しない木造。 平屋建ての飲食店を新築する場合は、原則として都道府県知事等の許可を受けなければならない。3市街各域内において、病院の建築のように供する目的で行う開発行為で、その規模が5000平米のものについては、原則として都道府県知事の許可を受けなければならない。 4、地区整備計画が定められている地区計画の区域内で、当該地区計画に建築物等の形態、または色彩その他の異象の制限が定められている場合において、建築物等の形態、または色彩その他の異象の変更をしようとするときは、原則として当該行為に着手する日の30日前までに、 所定の事項を市町村長に届け出なければならない。問い25消防法上に関して1延べ面積が350平米のキャバレーについては原則として自動火災放置設備を設置しなければならない。 2消防用設備等の技術上の基準に関する規定の施行または適用の際、現に損する百貨店における消防用設備等が当該規定に適合しないときは、当該消防用設備等については当該規定に適合させなければならない。4延べ面積1500平米。 地上2階建ての特別養護老人ホームで火災発生時の炎症を抑制する機能として所定の構造を有しないものについては原則としてスプリンクラー設備を設置しなければならない。問26高齢者 障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律上に関して1床面積の合計が90平米の公衆便所及び床面積の合計が2000平米の公共用歩道を新築しようとするときはいずれも建築物移動等円滑化基準に適合させなければならない、2. 床面積の合計が2000平米の図書館を新築しようとする場合において当該図書館に設ける階段のうち不特定かつ多数のものが利用しまたは市として高齢者障害者等が利用するものは踏みずれの端部とその周囲の部分との色の明度色相または彩度の差が大きいことにより 段を容易に識別できるものとしななければならない。3移動等円滑化経路を構成する敷地内の通路は幅を 120cm 以上とし 50m 以内ごとに車椅子の展開に支障がない場所を設けなければならない土井27 各種関係法令上に関して2建築物の耐震回収の促進に関する法律に基づき要安全確認計画記載建築物の所有者は当該建築物について耐震診断の結果地震に対する安全性の向上を図る必要があると認められるときは 改修を行うよう努めなければならない。3建設工事にかかる資材の再資源化等に関する法律に基づき特定建設資材を用いた建築物にかかる解体工事で当該建築物当該解体工事にかかる部分に限るの床面積の合計が100平米であるものの発注者は 工事に着手する日の7日前までに、所定の事項を都道府県知事に届け出なければならない。4労働安全衛生法に基づき、事業者は建設業の仕事において、対価建築物または準対価建築物で、 石面等が吹き付けられているものにおける石面等の除去の作業を行う仕事を開始しようとするときはその計画を当該仕事の開始の日の14日前までに労働基準監督署長に届け出なければならない問い28建築基準法または建築司法上に関して 1, 1建築基準法の構造体力の規定に違反する建築物の設計を建築主が故意に指示し建築士がそれに従って設計および工事管理をした場合当該建築主および建築士のいずれも罰則の適用の対象となる。2> 2 建築士事務所の開設者である一級建築士が当該建築士事務所の登録期間が満了したにもかかわらず更新の登録を受けずに他人の求めに応じ報酬を得て工事管理業務を業として行った場合には当該建築士は業務停止等の懲戒処分の対象となる。 建築士事務所の解説者が事故の名義をもって他人に建築士事務所の業務を営ませた時は当該建築士事務所の解説者は罰則の適用の対象となる問い30各種関係法令上に関して2長期 有料住宅の普及の促進に関する法律に基づき、長期・有料住宅建築等計画の認定を申請する者は、所管行政庁に対し、当該計画を建築主事に通知し、当該計画が建築基準法に規定する建築基準関係規定に適合するかどうかの審査を受けるよう申し出ることができる。 警官法に基づき、警官計画区域内において、建築物の建築等をしようとする者は、原則として、あらかじめ、所定の事項を、警官行政団体の長に届け出なければならず、警官行政団体が、その届け入を受理した日から30日を経過した後でなければ、当該届けにかかる行為に着手してはならない。 4都市の低炭素化の促進に関する法律に基づき低炭素建築物新築等計画の認定を受けた者は当該認定を受けた低炭素建築物新築等計画の変更をしようとするときは原則として所定の申請書等を提出して所管行成長の認定を受けなければならない。 お疲れ様でした。合格目指して頑張りましょう。